中身のほのかな甘さ、そして生地まで美味しい。あ、これがたい焼きか。世の中にこれほど美味しいものがあるとは。こんな素晴らしいものを生み出した東国に敬礼。まあ、大江戸町のたい焼きも美味しい。なんだか甘さに深みを感じますね。待て、あゆみ、大江戸町のたい焼きもとったら、もしかしてたい焼きはランドソルでも食べられるのか。あ、モニカさんは知らないんですね。ランドソルの町広場にたい焼きの屋台があって、あそこのたい焼きも美味しいんですよ。週に10回は通わなければ。1日に何回行く気ですか。ただいま戻ったです。はぁ、ようやく合流できたよ。この和服とっても綺麗ですけど、ちょっと動きづらい。そうなったらどこに行って。ハム、ユキの大荷物を見て理解した。髪飾りのようなアクセサリーから櫛のような小物まで、身の回りの全てを美しくする。これは僕の美しさをさらに高めるための必要経費さ。まあでもさすがに買いすぎちゃったね。というわけで、はい。ユキさん、先輩に荷物を渡すなんて、ただでさえすでにみんなの荷物を持っているんですよ。じゃあ僕の荷物を持ってくれる代わりに、僕を10秒間じっくりと見つめていいよ。そんなに見つめて大丈夫？輝くばかりの僕の美しさに目がくらんでしまうかもしれないよ。クーカとニノンはそこまで買っていないようだな。クーカが興味あるのは、その表通りに並べられるものではないものでして。あ、でもニノンさんがいなかったらもっと増えていました。え、どういうことですか？その、街を歩いていたら、いろんな商人さんが商品を勧めてきたんです。食べ物や小物、他には武器まで勧められました。武器まで？激戦区や冒険者が多い街ならともかく、武具関連の店の客引きなど聞いたことないぞ。ニノンさんがその場で商品を詳しく解説してくれて、クーカには使えない、必要ないものと教えてもらえなければ、この珍しさと勢いで勧められるがままに買っていたと思います。お手柄だな、ニノン。よく悪質な押し売りからクーカを守ってくれた。報奨としてさっき私が買ったこのたい焼きを進呈しよう。モニーカさん、ありがとうです。先ほどから元気がないが、どうかしたのか、ニノ。もしかしてあんこではなくカスタード派だったのか。確かにカスタードも美味しいが、私はあんこが一番美味しいと思うぞ。どれだけ気に入っているんですか。私もあんこが好きなのですが、今はそちらではなく、なんだか前に来た時の大江戸町と雰囲気というか感じが違うような気がするんです。おお、この広場にいたのか。そなたは
確かさっきたい焼きを買った茶屋の主人ではないか。何か用か。そろそろたい焼きを食べ終わった頃だと思ってな。団子を持ってきたから買ってくれよ。え、おいしそうですけど、まだ食べていますし。まあ、わざわざ持ってきてもらったのだしな。じゃあ、しょっぱいのと甘いのを一本ずつ頼む。毎度あり。団子2本を6人分ね。6人分？いや、本当に1本ずつでよかったのだが。まあいい、私はまだ食べられるしな。クーカも食べます。悪いけど、僕はさすがに食べられない。あ、団子が食べ終わったらまたうちの店に来な。とっておきの甘味であるあんみつを用意して待ってるぜ。土産物も取り揃えているから一緒に見ていってくれよな。とっておきの甘味だと？いや待て主人、まだ行くと決めたわけでは。行ってしまったか。なんというか証拠たくましい町ですね。ああ、まさか追いかけてまで売りに来るとは。どうやらこんなにも美しい僕をもう一度見に来るために商品を売りつけるという名目でここまで来てしまったみたいだ。美しすぎてごめんね。それは違うと思うが、しかしまごまごしていると今まで何か買った店の主人が全員押しかけて聞かねんな。やっぱり何か変です。確かにお上田町は将軍たくましい人たちが多いですが、こんな無茶な売り方はしないはずです。最初は活気のある町かと思っていたが、先ほどのものを見ると私も同感だ。活気というよりは危機迫るものを感じる。それに和服の女性が一人もいないのはやっぱりおかしいです。さっき和服のクーカーと一緒に歩いていたら不思議なものを見るような目で見られたのです。しかもよくよく聞くと、かわいそうにとか、あの子もきっとみたいなことを言われました。なんだと？そんな陰湿なことが？そんな身が裂かれるような言葉をぶつけられ、クーカはキ少しでも心配した私が愚かだった。しかしこれは何かしらの事件が起きているのかもしれないな。ああ、息抜きどころじゃなくなってきちゃったね。どうせ事件の調査しようって言うんでしょ？いや、もちろん私は軍人として民のために調査したいのだが、そなたたちにまで、その…モニカさん？なんでもない。よし、我らバイス・フリューゲル・ランドソル支部でこの事件を解決し、本来の大江戸町を楽しもうじゃないか。文化の屋敷のような建物、おいしい多額スイーツ、お上田町はやっぱり最高です。
完了。行きます。ピッパー。リレー攻撃。あなたに力を。そりゃ。行くわよ。準備完了よ。聖なる盾よ。
あんみつ。美しさと甘さ、添えられたあんこにかかっている甘い黒ソース、まさにパーフェクト、パーフェクトハーモニーだ。東国料理は本当に美味しいですね。太ってしまいそうで怖いです。その心配はいらないよ。東国スイーツはケーキとかと比べても太りにくいそうだからさ。東国スイーツは全部美味しいのですが、特にストロベリー大福がおすすめです。それがスイーツの美味しさに現実逃避している私たちを見て察してくれ。ちなみに僕は何か聞き出そうとしたら、僕の美しさは美の神をも超えるなんてさも当然のことを言い出してね。しかもこの美しさに見合うものをとやたら商品を勧められて、またかんざしを何本か買ってしまったよ。私もそうです。話を聞いてものらりくらりと交わされ、しかも次々と商品を勧められました。ことはローカーと思ったのですが、このデラックスグレートマネキキャットの輝きに苦してしまったのです。食うかもです。気がつくとよく採集中に絡みついてくるツタよりも太くてしっかりとした縄を買っていて、まあ見かけた時にちょっと欲しいとは思っていましたが、チリリ。自分の欲しいものが見つかってよかったな。私も似たようなもので、油断させようと話を合わせたらこのコンペイトを買わされていた。帰ったら大事に食べよう。私はなんとか逃げてきましたが、そのせいでまともに会話すらできませんでした。先輩はいかがでしたか？時に先輩に提案しておけばよかったです。みんなお土産が増えただけでこれといった収穫はなしですね。何かありそうなのは分かっているのに。そうだな、どの店もただの商売上手というにはあまりにも強引な気がする。もう少し調査するです。ああ、この違和感は私も気になる。店を出て今度は全員で話を聞いてみよう。あ、お客さん、ちょっと待ってくれ。え、どうかしましたか？代金ならちゃんと。それよりもっと何か頼んでってくれよ。ほら、うちの名物の抹茶せんべいとか。僕の美しさからもっと引き止めたいというのはわかるけど、僕たちは先を急いでいるんだ。大丈夫、歩きながらでも食べられるから。だけどクータたちはもうお腹がいっぱいで。だったらこっちのまんじゅう、これなら持ち運べるし後で食べても。もうやめてください。ニノ、どうしてこんな人の気持ちを無視してまで物を売ったりするのですか？どうしてって、そりゃよそ者のあんたらには関係ねえだろ。お江戸町は互いを助け合うとごく人情があふれた下町。
嬢ちゃん。主人、このニノンは東国文化を愛している。そして東国文化を大事にするこの町もな。だからこの町の現状を嘆いているのだ。何か理由があるなら聞かせてほしい。私たちでも役に立てることがあるかもしれない。テアディ、俺だってな、本当はこんなことしたかねえんだよ。でもよ、悪代官様への上納金が足りなくて。悪代官様？それはどんな？キャー！悲鳴！外から聞こえましたね。主人、話は後で聞かせてもらう。行くぞみんな。衣装は帯が外れないように注意しないといけませんね。帯が外れたら人前で裸同然に。行くわよ。それ、ニンパー、クリ
立てよ。2回